くっちゃん町は北海道アブタ郡にある町、シリベシ総合振興局所在地、シリベシ地域の行政の中心地としての役割を担っており、農業ではジャガイモの産地として知られている。また、自然を生かした観光業が盛んであり、2000年代以降はスキーなどを目的とする日本国外からの観光客が多く訪れている。西隣のニセコ町やランコ市町ともに、 ニセコ観光系を形成する。日本国外の企業によるコンドミニアム建設ラッシュなどにより、クッチャン町ョウアザ山田が2006年から3年連続で住宅地の地下上昇率全国1位になった。2016年にもクッチャン町朝日アサヒが同全国1位となっている。北海道遺産にスキーとニセコ連邦が選定されている。クッチャンという地名の由来は諸説あり不明であるが、いずれも アイヌ語に由来する。なお、クッチャンという字を当てたのは、当時の北海道調査時間であった、白二竹市である。南に、陽帝山、西に、ニセコ連峰がある、長盆地に位置している。面積は261.24平方メートル。東西25.1キロメートル、南北21.8キロメートルで、海抜176メートルに位置している。 陽亭山周辺は、四骨洞や国立公園に指定されており、ニセコアンヌプリ周辺は、ニセコシャコタゴたる海岸国定公園に指定されている。尻別川は、清流日本一に認定されたことがあり、鮭や桜マスが所上する川でもある。日本海側気候に分類され、春から夏にかけては温暖で晴天の日が多いが、冬は北西からの季節風の影響を受けて、 平均で年間10メートル以上の降雪量と2メートル弱の最新積雪を観測するなど日本でも有数の豪雪地帯であり特別豪雪地帯に指定されている。合最新積雪の極地は1970年3月25日の312センチメートル。どんな暖冬であっても一冬の最新積雪が1メートルを下回ったことは一度もなく。 この安定した冬の積雪を生かして、スキー産業が発達している。最低気温の極地は1945年1月27日にマイナス35.7度を観測しているが、1967年1月16日観測のマイナス31.2度以降、マイナス30度以下の気温は観測されていない。2000年以降での最低気温は、 2001年1月14日のマイナス24.3度となっている。最高気温の極地は1999年8月8日に34.4度を観測している。消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。くっちゃん町の歩み、くっちゃんの歴史参照姉妹都市観光パートナー都市、 くっちゃん町議会参照国の機関道の、機関警察消防病院電力新聞社くっちゃん町、子育て、教育参照高等学校中学校小学校、保育所幼稚園立地企業、組合スーパーマーケット金融機関、郵便宅配便くっちゃん駅2030年度末の、北海道新幹線新函館北斗駅、札幌駅間延伸時には、くっちゃん駅に新幹線の停車駅が設けられる。 廃線となった鉄道町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの四国島やニセコルートになっている国指定町指定近代化産業遺産50音順くっちゃん町民検証私たちの町くっちゃんは自然美を誇る洋定山ニセコ連邦のふもとにあり厳しい風雪を克服し尻部市の中心として発展してきました私たちは先人が 昆虎に耐えながら開拓してきた、この郷土と、そのたくましい精神を受け継ぎ、さらに住みよい町づくりを目指し、決意を新たにしてこの検証を定めます。昭和45年1月15日スキーの町、宣言文私たちくっちゃん町民は、雄大なる義士義士ニセコ連邦に抱かれて、厳しい風雪にひるむことなく、幾世にわたってこの地を開拓し、豊かな郷土を培ってきた。 これは国間多節の風土のもとに培われた豪賢な心身とたくましい意欲の賜物である。今や雪は町民の心身を育てるとともに強度をスキーのメッカとして大きく躍進させる天与の宝となりつつある。私たちは明るくたくましい雪国の生活を目指してスキーのすべてを町民のものとしスキーを通じてたくましい心身を育て、 豊かな街づくりに資することを恋い願、い、スキーを街技と定め、ここにスキーの街を宣言する。昭和47年12月20日行政観光。ありがとうございます。